1回戦第14試合です。先攻はこの MC。 広島代表ニュージェネレーションの俺イズム、イズム。続いて高校はこの MC。 青森代表言葉のハードパンチでバトルを支配、アウサルティ。さあ行きましょう。1回戦は第14試合です。先攻イズ、後攻アソルティ、ビートは DJ レーナー、8小節日本車、レディーファイ。広島の MC は芋かもしれんが、 UMB ここで負けるわけいかねえ。 Yo、 こいつ首切り落とす、大丈夫俺が無事生き残る。 Yeah、 盛り上がれ会場、余裕の表情を見せていこう。今日包むぜ川草川原、お前の前がほんま生倉刀。はいはい、お前が広島でも俺もとやばい、ラップ広島は本戦のステージで意思込んで、それが広島のやり方で意思送電は。俺はこの場で臨機応変に対応できる即興だから、お前のケツフルビチビチ同然、言葉は花があるぜ疑似表現は。 yeah、 お前の疑似表現もう1回攻めから死にそうです、お疲れ。 yeah、 広島県よ、こいつに勝てるって見込みはね、広島市ここで千鳥やし、余裕の表情で一人勝ち、余裕俺たちは去る者追わず、マイカフォン逃げれば泣く子もたまる。お前は千鳥やし、でもお前が勝てるような見込みなし、だって俺ガチでステージで仁王立ち、わかる、ぶっ飛ばせ日本マシン、アドギバファクターぜ相手にならね、胸は今日が上がっていく MC、 若手スキルと知名度は反比例グラフ、俺はならない井の中の蛙。終了、決めます。1回戦第14試合です。いきます。まずは先攻伊豆、続いて後攻アウソルティ。まずはアウソルティ、行きます。レディージャッジ。勝者アンソルティ、伊豆にも大きな大きな拍手。はい、じゃあ改めて自己紹介してもらっていいですか。はい、UMB 2018広島代表伊豆です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想もらっていいですか。悔しい。悔しいよね。マジで悔しいですね。バトルスタイルとしては結構噛み合ってるバトルだったなって思ったんですけど。まあまあまあ、いや申し訳ねえって感じですね。申し訳ねえ。そんなことないんじゃないですか。スタイル出し、まあ1回戦8小節2本でスタイルを出し切れって言われても厳しいけど。まあまあ、ここにとこ東京に来てなんか得れるものを得て、うん、自分なりにできたかなと、うん、でも何千人何万人、すごい数の人がこれを見てるわけで、伊豆くんのスタイルが好きだなって思う人もいっぱいいるし、そういう人が伊豆くんをチェックしたい場合は SNS とか、あ、そうですね、 SNS とか Twitter とか インスタとか、うん、リンクできるものは多分後でなんかあると思うんでなんか出てもらえれば自分の一番の特徴、広島で生まれた伊豆という男のスタイルっていうのはどんな感じなのかな。いや、なんていうんですかね、適当、うん、金はマジで適当っすね特に思い当たるマイペースかつハイペースって感じで、ああ、はい、素晴らしい、そんな感じですそうか、来年はどんな年。来年はそうっすね、まあ、来年も特に決めずにこうタイミングが合えば、うん、がっつりやりたいっすね、うん、悔しいでも今はちょっと、うん、そうだね、言葉が出ませんっすね、ちょっと、うん、ありがとう。じゃあ悔しかったところ渡した。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、